ポスですね、レジ、お客様の商品を、まあ、番号で読み取ったりであるとか、まあ、あとはいただいた、まあ、頂戴したお金を、まあ、なんか今日は天気が不安定で、天気雨降ったり曇りだったり晴れだったり、でも今はすごい冷たそうな雨が降ってる。もう今日何しようかって言いながらダラダラしちゃって、もう週末だしね、混んでるよねとか言ってるうちにもう1時半になっちゃった。で今ホミンが昼寝してて、でもなんかもうホミンはなんか昨日の余ったサンドイッチとかチキンとか食べてお腹がもう 50% ぐらい埋まってて、デザートしかいらないとか言ってて、私はまあそうね、だから今日も残り物を処理する感じで食事していこうと思います。バナナも昨日持ってったんだけど全然食べなくてもうぐっちゃぐちゃになっちゃって、まあすごい甘くてちょうどいいけど、うん、今日食べないわけにはいかないって感じ。あとちょっと生野菜とか残ってる、ほんのちょっと残ってるやつとか食べたりしようかな。そうだ、そういえばこの間なんかホミンと一緒に散歩してたら、なんか自撮りをしながら歩いてる人たちがいて、あれなんだろう、あれ YouTube かななんて言ってたら、たまたま昨日ぼーって YouTube にしたら、その撮ってる動画撮ってるなーって見てた、その動画がアップされてんのたまたま見つけて、しかもよく見たら私とホミンもなんかちょっと通行人じゃないけどって感じで、ちょっとなんだろう、顔はまあちょっと小さすぎて分かんないんだけど、服がもう明らかに私とホミンで映ってて、その動画にあ映ってると思って、たまたま見つけてびっくりしたというか、おお、なんかああいうやっぱ YouTube だったんだと思ってそんなこともあった昨日。ホミンがよく動画を見てると、なんかうちの近所とかで動画撮ってる人の動画を見てると、もしかして自分もその動画に映ってないかなって、通行人とかめっちゃ見ちゃうって言ってたんだけど、でもなんかもうたまたま本当に映ってた。この地味に残ったパンとか、だからもうなんか生野菜に見たらめっちゃ少ししか残ってなかった。これしか残ってない。サラダにするってほどでもないんだけど、ちょっと待って、まあこれかな、アボカド。なんかイチゴの存在忘れてた。今冷蔵庫見たらイチゴがめっちゃいい、結構もう痛み始めてるっていうか、今日絶対食べなきゃダメだ。どうしよう、今日ベジタリアンみたいになっちゃうかも。開けれるかな。あ、開けれそう。こんな感じ。動画始めたての頃こうやって動画撮ってたカメラをただ置いただけで、今は三脚、まあ、使ってる、まあ、けど、まあ、そんな気を使ってそこまでは
まあ、もともと動画撮ってるスタイルではないからあんまり関係ないけど、まあ関係ないというかあまり変わらないっていうかな。うん、塩コショウも美味しいけど、アボカドに醤油もめちゃうまい。でもなんか何かしらタンパク質的なものを取らないと、アボカドだけじゃちょっとあれだよね。何にしようかな。納豆があったからこれでタンパク質を取ろう。あ、ふみおはよう。うん、雨降ってるよ。すごい冷たそうに見える雨。なんかとりあえず冷蔵庫にあるものをちょっとずつ片付けてる。肉？2個も食べた。2個食べたバナナ。うん、ちょっと納豆に対して海苔が多すぎかな。何ネギ？いや、わかんない。レタス。いや、わかんない。なんでそんなレタス？だってネギ食べてないよ。レタスは食べたけど。で、レタス。うん。触ったんだって、手で。多分。こういう食べ方をするときって結局、後でドンとさ、インスタントラーメン食べちゃったりとか。するかも。このままおとなしく引き下がるか。これで足りるのかな私。
やっぱりラーメン食べることでした。本人に半分ずつにしようって言ったら本人は 1.5 個食べたって言って、麺が欲しい。麺割らなきゃいいんだ。割らないでお願いします。結局のラーメン、まあ、でもラーメン食べると卵入れれば、まあ、タンパク質取れるしね。あれ、卵もよろしくね。卵入れない。卵はい。はい、どうぞ。いつ入れるの？卵と同じ状態にしたい。こうやって入れてくれたらいい。わかんない。いつもなんか理想の形にならないんだよね。この状態になる。まあ、ならない、いつも。お任せで。ネギあったよね。え、なんかない？横ちっちゃいタッパーに入ってる。ありがとうございます。一人行こう。違う、二人で行く。うん、冷たいと今入れておきます。入れておいしいといたネギ。こんな形でもろって入ってんだ。いただきます。なんかブラックってなんかちょっと薬膳風の味？あのカルビタンとかそういう風に牛から出汁を取ったみたいな、ね、でもなんか薬膳風の味。あの、私はマフィン食べたしね。お腹いっぱい。